こんにちは、大島拓海です。今日は大人の方が持つべきスニーカーをとご紹介をさせていただきたいと思います。メンズドレスファッションのに携わって約20年ぐらい経つんですけれども、その中でまあそのメンズドレスファッションに取り入れたり、まあ、あとカジュアルで普通にスニーカーを履いたりっていうことは結構あったんですが、その20年近くの間でいろんなスニーカーを履いて、今こう手元に残っているスニーカー、もしくは最近またちょっと新しく買い足したものを含めて、今実際、20年携わって、今ここに残っているスニーカーっていうのは本当に今後もおそらく履き続けるだろうと思われますし、冒頭に言いましたが、大人の方がにぜひ持っていただきたいスニーカーとしてご紹介できるんじゃないかと思って、今回、撮影を行いました。今日も自分で編集をしてお届けしたいと思うんですけれども、まず1足目なんですが、ニューバランスです。今私が所有しているのは1400と、998になります。両方ともグレーなんですけど、革靴でグレーのカラーリングっていうのはあまり見かけないと思うんですが、黒か茶色か、あと茶色のそのトーンが違う、あとはネイビーかっていうところだと思うんですけど、グレーの色を取り入れるっていうのは本当にスニーカーでしかできないような技のような気がしていて、ニューバランス所有しているのはもうこのグレーと、あとほとんど履かないですけど1500のブラックのオールレザーの3足となっております。でニューバランスのいいところ、やっぱりもう抜群の履き心地です。クッション性、ランニングをしても全然いいと思いますし、普通に街着でこうコーディネートする上でクッション性があるので、やっぱり歩いてても疲れないですし、その履き心地っていうのは本当にニューバランスでしか出せないものだなと思って、本当に感心するぐらいのスニーカーだと思います。で今私が所有しているこの1400と998でもシルエットが結構違いまして、1400は割とこうポテッとして丸いんですけども、998は割とこう細くて、若干シャープな印象になってます。グレーのトーンがちょっと違うぐらいなんですけど、998の方はボルドーのカラーリングがポイントで入ってたりするので、コーディネートで取り入れる時も、そのボルドーを意識しながらコーディネートすることが多いです。で続きましてコンバースオールスターハイカットです。ローカットもあってもいいかなとは思うんですけど、オールスターだったらなんとなく個人的にはハイカットの方がずっと昔から好きで、もう何足も履き潰してきたスニーカーの一つです。で色はやっぱりこのベージュというかエクリューというかオフホワイトといいますか、こういうこのカラーリングが一番使いやすいんじゃないかなと思ってるんですけど、あとは黒コンっていう色目もあってもいいんじゃないかなと思っております。ただ後で紹介しますが、コンのスニーカーっていうのは他にもいくつか所有してますので、オールスターは基本的にはこのベージュをずっと買い続けているスニーカーの一つになります。で今古着屋さんとかでアメリカ製のものを買うと多分15,000円とか、デッドストックだともっと高かったりするところもあると思うんですけど、私はもうそのアメリカ製にはあまり興味がなくて、基本的にはインドネシア製ですね。インドネシアのここに USA って入っていないタイプですね、をもう普通に ABC マートさんとかで購入をして履いております。オールスターのハイカットです。続きましてケッツです。スニーカーの生みの親と言われているケッツです。これは最近なんとなく気分でまた買って、本当に久しぶりにまた買って、タイミングが何回かコーディネートもしましたし、またタイミングが来たら履きたいなと思っているスニーカーです。このチープさというか本当に超ローテクな感じがいいなと思って、プレッピーとかアイビーみたいなスタイリングにこういうのを取り入れて、いわゆるジャケットを着たスタイリングに着たいな、履きたいなと思っているスニーカーの一つになります。あと最後、ニューバランス、コンバース、ケッツ
あとはまあスペルガーですね、まあ、イタリアを代表するスニーカーで、今まで紹介したものにはないやっぱり独特のちょっとしたイタリア感というかイタリアの空気感があるスニーカーだなと思っていて、まあ、これも本当に定番で多分15年ぐらいこれ所有して立ってるんですが、まあ、履き続けているスニーカーの一つになります。ちょっと最近の何でしょうね、そのファッション全体の私のトレンドとしては少しこうアメリカもしくはイギリスフランスみたいなところに流れてきてますので、スペルガーを履く機会っていうのがちょっと今少ないんですけれども、またなんかこう気分が変わったりすると必ず履くだろうなと思っておりますので、捨てずにずっと所有しているスニーカーの一つになります。はい、大人の方にぜひ持っていただきたい取り入れていただきたいスニーカーっていうのは大きく分けてやっぱりその4つかなと思っております。以前は例えばスタン・スミスだったりバンズだったり、あとは最近でいうとディアドラだったり、あとまあナイキとかも所有していて履いていたんですけれどもボロボロになって捨てたりで、新しいものを買い替えることもなく、あとはまあ後輩にあげたりとかっていう風にして自分の手元からなくなっていきました。で実際残っているものが今紹介した4ブランドになりまして、やっぱりそれがこうメンズドレスファッションにおいて一番使いやすいアイテムなんじゃないかなと個人的には考えております。スニーカーって結構革靴に比べて安いので、もう何千円で買えるものもありますし、プレミアがつかない限りは高くてもニューバランスで2万5000円ぐらいで買えますので、まず革靴の半額もしくは3分の1とか4分の1ぐらいで買える、手軽、割とこう手軽なアイテムですので、ぜひ皆さんにもちょっと挑戦をしていただきたいなと思います。ジーンズにスニーカーに T シャツみたいなコーディネートは個人的には全くしなくて、ジャケットを着て、まあ、何だったらネクタイをしてスニーカーを履くとか、やっぱりこう上品なものにスニーカーをあえて合わせるっていうその抜け感だったり、雰囲気をこう崩す時にスニーカーというのはすごく便利なアイテムだと思いますので、特に今のそのファッションの流れ、アメリカっぽいアイテムだったりイギリスっぽいアイテムだったりっていう時にスニーカーっていうのはすごく相性がいいアイテムだと感じております。以前のバリバリイタリア、クラシコイタリアですみたいな時はスニーカーってなかなかこう特にこうコンバースだったりニューバランスみたいなものは合わせづらかったんですけど、今のファッションの流れだとスニーカーっていうのを合わせるっていうのはすごくこう正当なコーディネートだと思いますし、革靴よりもちょっとこう抜け感があって軽快な印象になるっていうところではスニーカーはこう外せないアイテムなんじゃないかなと思って今回ご紹介をさせていただきました。で先ほどもちょっと言いましたが、ジーンズにスニーカーっていうコーディネートは基本的にはほとんどしなくて、よっぽどカジュアルな場所に行くときはするかもしれないんですけど、基本的にはウールパンツだったりチノパンだったりっていうアイテムにスニーカーを合わせる、で必要に応じてジャケットだったりネクタイだったりをコーディネートする、そのあえてスニーカーを合わせてますっていう感じを演出するっていうのが私のスニーカーを使う時のコーディネートになります。まあこの動画見ていただいてちょっと気になるなみたいなことが思っていただける方がいたらぜひ挑戦してみてください。コンバースのオールスターなんかは結構格安で今販売されてますので、いいアイテムだと思いますし、特にスニーカーは、まあ、革靴もそうだと思ってるんですけど、新品の状態よりも履き込んだスニーカーの絶対に見え方がかっこいいので、長年履いたスニーカーの方が絶対雰囲気がありますので、これを機に皆さんもスニーカーを買っていただければなと思っております。それでは今回のスニーカーのお話を終了させていただきます。どうもありがとうございました。